今週もスマホゲームで遊びましたか？皆さんどうもこんにちは。アプリゲーム情報局のシーサーです。本日もご視聴ありがとうございます。今回は2021年配信の春休み絶対に遊びたいおすすめスマホゲーム10選を紹介します。春休みに友達と一緒に遊べるスマホゲームを探してる人や、花粉症がひどくて家から出られなくて暇つぶしのゲームを探してる人は、今回の動画で解決できるので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。ちなみに今回紹介するスマホゲームは、すべてダウンロードからプレイまで無料で遊べるので安心して遊んでください。また4月までに年内の超注目スマホゲームがかなりまとまってサービスが開始されます。4月というと新学期の時期で新しい友達が作れるか心配ですよね。でも安心してください。スマホを持っていない人はなかなかいません。さらにゲームは英語と同じで世界共通の言葉みたいなものです。スマホゲームをぜひ話のきっかけにしてみてください。こちらのチャンネルではスマホゲームの最新情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではスマホゲームを見ていきましょう。まず最初に紹介するのは新三国無双になります。新三国無双はシリーズの世界累計販売数が2100万本を超える名作のゲームです。新三国無双シリーズを毎回手掛ける光栄テクモゲームスが今回も制作していて、今回が初めての公式スマホゲームになります。新三国無双と同じゲームシステムで一騎当選の爽快感をコンセプトにしているので確実に面白いです。さらに世界の名作ゲーム新三国無双の20周年記念作品ということで絶対に流行ること間違いなしです。それではゲームの特徴を見ていきましょう。ゲームの見どころ、一つ目は無料ゲームで PS4 PC 用ソフトでは8000円以上の価格だったゲームを無料で提供しています。醍醐味である多数の敵をなぎ倒す爽快感、無双アクションの世界観を壊すことなく無料で遊べます。ちなみに操作は縦画面でも横画面でもプレイ可能です。ゲームの見どころ2つ目は歴代の武将が多数登場で、配信後も定期アップデートや期間限定イベントなどで PS4 PC 用ソフトの新三国無双8に登場した全98名の武将が参戦します。ゲームの見どころ3つ目は多彩なゲームモードで、特殊バトルを楽しみながら大陸制覇を目指すコンクエストモード、他プレイヤーと共に高難度バトルに挑む共闘モード、他プレイヤーや他軍団ギルドと勝敗を競う対戦モードなど、シングルのみならずマルチプレイも豊富です。さらに前作同様に仲間と放つ激無双乱舞など過去の作品の機能が充実しているのも本作の魅力です。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのはバッドランダーズになります。バッドランダーズはプレイヤー同士でアイテムを奪い合いカスタムした装備で、どう戦うかはプレイヤー次第の戦場からの脱出を目指すオンライン TPS ゲームです。ゲームの見どころ一つ目は25人同時のオンラインバトルで、本作は荒野コードや PUBG モバイルのバトロワのような全員が敵となるバトロワ形式です。本作は荒野コードや PUBG モバイルと違って装備品を持ち込むことが可能なので、好みの武装で戦っていくことが可能です。フィールドで敵を倒すと持ち物を奪うことができ、自分がやられてしまうと自分で保管していたアイテム以外は全て失うスリルを味わえます。ゲームの見どころ2つ目は銃器の自由な組み立てで、数多くのリアルな銃器、それぞれに取り付けられる様々な種類のアタッチメントとアイテムをカスタマイズすることもできます。塗装システムによって銃器の外観までカスタマイズでき、自由度は非常に高いです。ゲームの見どころ3つ目は自由なプレイヤー間取引で、戦場から物資を持ち帰り自由に売ること以外に純粋に商人としてアイテムを売買することもできます。より強力な装備を他のプレイヤーから購入し、戦闘効率を向上することも可能です。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのはトムとジェリーチェイスチェイスになります。トムとジェリーチェイスチェイスは荒野コードを作った会社ネットイースが手掛けるスマホゲームです。ネットイースはすでに大人気のスマホ鬼ごっこゲームアイデンティティ5第五人格や、今後配信予定のデッドバイデイライトモバイルを運営する会社です。さらにトムとジェリーチェイスチェイスが加わるということで、スマホ鬼ごっこゲームを3タイトル取り扱うということで、もうスマホゲームの鬼ごっこに関してはスペシャリストの会社と言ってもいいんじゃないかなと思います。今回のこちらのゲームはデッド
ドバイデイライトほどグロくなくて、第五人格デッドバイデイライトよりもより一層簡単に鬼ごっこゲームが楽しめれるということで、子供の方やこれまでゲームが複雑で遊べなかったっていう人も、今回のこちらのゲームはシンプル操作なので複雑なゲームで敬遠していた方もぜひこの機会にこのゲームチェックしてほしいなと思います。それではゲームの特徴を見ていきましょう。ゲームの見どころ、一つ目はゲーム性で日本国内で大人気のアイデンティティ5、第五人格をさらに簡易的に作った新たなスマホ鬼ごっこゲームです。そのため子供から大人まで幅広い年齢層の方が遊べます。さらにトムとジェリーがモチーフなので男女関係なしに遊べます。またゲームはワンプレイ8分間で4対1のカジュアル鬼ごっこバトルが特徴です。ゲームの見どころ2つ目は世界観で、アニメでおなじみのキャラクターと画風が忠実に再現されています。トムとジェリー以外にもニブルスやイナズマ、ブッチなど多数の懐かしのキャラクターでプレイできます。ゲームの見どころ3つ目は多彩なモードで、ゲーム内には多数のゲームモードが搭載されています。ワクワクする花火大作戦、時間が勝負のビーチバレー、協力試合のチーム作戦、反射神経を鍛えるクローン大作戦など、日替わりモードで毎日ゲームに飽きることなく遊べます。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのは落書きキングダムになります。落書きキングダムはコラボしているんじゃないかなと思うぐらい完成度の高い作品も作れます。数多くのプレイヤーがポケモンやデジモン、ガンダム、エヴァンゲリオンなどを制作していますが、本当にクオリティが高くてびっくりしました。お絵かきということで絵が苦手な人でも極めれば無限な可能性があるゲームなので、ぜひ遊んでみてください。それではゲームの特徴を見ていきましょう。ゲームの見どころ一つ目はスマホゲーム初の落書きシステムで、落書きシステムを使って描いた絵がそのまま立体的な 3D キャラになって動き出します。初心者からプロまでお絵かきが気軽に楽しめる簡易モードと職人モードが用意されているため、誰でも簡単かつプレイヤーの力量次第で鬼滅の刃のキャラクターなどどんなキャラクターも制作可能です。ゲームの見どころ2つ目はお絵かきサポート機能で、投稿されたキャラクターをダウンロードして育成モードやバトルで使用可能なので、お絵かきが苦手な人も安心してプレイできます。また作成した落書きは落書きガレージに投稿することができるほか、他のプレイヤーの落書きを無料でダウンロードすることも可能です。ダウンロード数やいいね数に応じたランキングやハッシュタグ検索などの機能も充実です。ゲームの見どころ3つ目は育成モードで、トレスターとプレイヤーの選択でキャラクターの性能が変化します。100回プレイしたら100通りのキャラクターができます。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのはニーアリンカーネーションになります。ニーアリンカーネーションはスクエアエニックスとアプリボットが送るスマートフォン向けコマンドアクション RPG ゲームです。ゲームの見どころ一つ目は本格派なゲームで、本作はスマートフォンアプリでありながら家庭用ゲームさながらの美しいグラフィックスです。広大かつ奥行きのある 3D フィールドまで作られており、アプリの域を超えていると感じます。ゲームの見どころ二つ目はバトルで、戦闘はコマンドバトルで進行、自動で敵を攻撃するオートモードも搭載です。初心者の人やゲームが苦手な人でもできます。シンプル操作ながら戦略的な奥深さを十分に味わえれるバトルとなってます。ゲームの見どころ3つ目はキャラクターの育成で、メイン武器やサブ武器などの装備品の自由な取り替え、キャラクターレベルや装備品レベルの成長など育成要素がふんだんに用意されています。お気に入りのキャラクターをとことん成長させましょう。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのはブルーアーカイブになります。ブルーアーカイブはバズルレーンで知られるヨースターが送る学園と青春と物語を混ぜた RPG ゲームです。本作ではプレイヤーは先生となり、美少女揃いの生徒たちを率いて都市内で起こる様々な事件を解決していくことになります。ゲームの見どころ一つ目は学園で紡がれるストーリーで、ストーリーパートでは学園都市の日ごとで発生する様々なトラブルを生徒たちと解決していきます。随所で挿入されるイベントスキルや一つ一つの背景のクオリティが高く、ビジュアル的にも楽しめます。ゲームの見どころ二つ目は可愛いキャラクターの 3D バトルで、本作は大迫力の 3D リアルタイムバトルが展開されます。可愛いキャラクターたちが画面いっぱいに登場して大活躍です。ゲームの見どころ3つ目は生徒と深める絆で、生徒と交流して絆ランクを上げると、キャラ個別のサブストーリーや特別な 2D アニメーションが解禁されます。お気に入りの生徒を見つけてとことん
ンまで絆を深めるのも一つの楽しみ方です。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのは竜人武装になります。竜人武装はドラゴンに変身しドラゴンと共に戦えるゲームで、全世界500万ダウンロード突破を誇る新感覚 MMORPG がついに日本に上陸しました。ゲームの見どころ一つ目は一撃必殺の激爽快バトルで、必殺技でストレスとボスをまとめてぶっ飛ばすことができます。戦闘力は999万可能なので、育成や装備強化などやり込み要素が満載です。ドロップ率もマックスで、激レア装備をボスと討伐で超楽にゲットが可能です。ゲームの見どころ2つ目は1000万人のクロスサーバーバトルで、サーバー vs サーバーの世界級大戦争をスマホで体験可能です。敵サーバーの進行から味方サーバーを守り抜き勝利を目指しましょう。間違いなく白熱の戦いを楽しめるはずです。ゲームの見どころ3つ目は貿易機能で、本格的な貿易システムによるリアルタイムの取引機能が搭載です。同じサーバーはもちろん、サーバーに縛られることなく他のサーバー間と貿易も可能です。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのは今三国志になります。超大作スマホ MMORPG コードドラゴンブラッドを作った会社が2年間もの開発期間をかけた三国志をテーマとする次世代ストラテジー RPG ゲームです。ゲームの見どころ一つ目はグラフィックスで、全てフル 3D で開発されており、映画並みの高画質を誇るバトルシーンではプレイヤーは臨場感を感じながら数千人単位の陣を指揮することができます。ゲームの見どころ二つ目は美しく広大な戦場で、戦場では晴れ、雨、雪の日など現実の世界と同じ天気コンテンツを導入しているため、環境の変化をゲームに直接反映させています。変化あふれる美しい戦場を舞台に戦略シミュレーションを楽しめます。ゲームの見どころ3つ目は三国志の英雄たちで、登場する三国志の英雄たちも 3D で描かれ、細かいところまで丁寧に作り込まれています。美しいキャラクターを集めるだけでも楽しむことができそうです。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。次に紹介するのはリネージュ 2M になります。リネージュシリーズの最新作の次世代オープンワールド RPG ゲームです。ゲームの見どころ一つ目は新時代の 3D グラフィック技術で、アデン大陸を舞台に高精細に描画されたフィールド、細部まで作り込まれた街並み、精細に描かれた鎧の模様や精密なキャラクターの表情など、驚異のグラフィック技術でまるで映画のようなファンタジー世界を体験できます。ゲームの見どころ二つ目はモバイルゲーム最大級のオープンワールドで、1億250万平方メートルに及ぶ圧倒的スケールのオープンワールドで、全ての地域に高低差が存在し、ローディングなくシームレスにどこまでも歩いて冒険を楽しめます。現在すでにスマホ MMORPG で大人気の原神やコードドラゴンブラッドに並ぶほどのスマホ MMORPG が今回の紹介しているリネージュになると思います。ゲームの見どころ3つ目はレアルで迫力のあるバトルで、1万人以上が集まる大規模バトルで、圧倒的な規模感と没入感を体験できます。衝突処理技術により近づいてくるモンスターの存在を体感し、ぶつかりながらバトルを楽しむといったよりリアルなバトルが味わえます。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。最後に紹介するのはクラッシュバンディークーぶっ飛びマルチワールドになります。あのクラッシュバンディークーがモバイル版のマルチワールドに帰ってきました。ゲームの見どころ一つ目は懐かしのクラッシュバンディークーで、スライディングしてジャンプしてクラッシュバンディークーに出てくるお気に入りのキャラクターを操作してウンパーアイランドを冒険しましょう。懐かしのロケーションを訪れて、雨のジャングル、トカゲで大ジャンプ、古代の神殿などの様々なコースに挑戦できます。ゲームの見どころ二つ目は強力なボスとのバトルで、過去作で登場した懐かしのボスキャラクターたちと戦ってすごい景品を手に入れましょう。バンディクーの走るスキルをアップグレードして島を探し回り、ネオコルテックスの手下を倒す白熱のバトルに挑みましょう。ゲームの見どころ3つ目は友達とのマルチプレイで、腕を磨いて他のバンディクーと一緒に非マルチプレイランに挑戦可能です。カスタマイズされたクラッシュと一緒に島を走り回り、自分たちだけのかっこいいクルーを作りましょう。こちらのゲームはダウンロードからプレイまで無料で遊べるので、説明欄のダウンロードリンクからぜひ遊んでみてください。
今回は2021年配信の春休み絶対に遊びたいおすすめスマホゲーム10選を紹介しました。もしこの動画が参考になったら高評価コメントいただけると嬉しいです。この他にも実際に遊んでみて面白かったスマホゲームなどを説明欄にリンクを掲載していますので、ぜひ遊んでみてください。また今後もスマホゲームの最新情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter でプレゼント企画もやっていますので、よければフォローお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回紹介したスマホゲームのお得な情報以外にもたくさんのスマホゲーム情報を過去の動画で紹介しているので、過去の動画もぜひチェックしてみてください。また新作のスマホゲーム情報や事前登録情報を発信しているので、いち早く情報を知りたい方はぜひこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。